池田恵美のリファーラルフォーライフ時刻は十時三十分回りました皆さんこんにちは池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりましたこの番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで 働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田亜佑美です。この番組はリファーラル紹介を通じて、ビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしたいしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは 797-FMGINO1.com797-FMGINO1.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ぜひアプリケーションをご覧いただきながら FMGINO1 を検索してお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントお待ちしております。 はい今週も始まりました、お聞きいただきまして、なんだかね、今週、まあ、3月はね、ちょっとお天気が安定しないというか、季節の変わり目ですよね、先週からなんか、あ暖かくなったなと思ったら、急に雨降ったりして、寒くなっちゃったりとか、もうこの寒いと暖かいの繰り返しですよね、東京はお天気や気,気温が本当、不安定になってしまっております。 まあこんな時はね、体調も崩しがちなので、皆さん、ぜひお気をつけてお過ごしくださいね。なんかね、今日あっ暖かいなーと思ってたら、翌日雨で一気に気温が下がっちゃったりとか、あのー、我が家の梅の木もですね、玄関脇に大きな古い梅の木があるんですけど、このお花もね、なんか散ってしまいましたね。ななのので、んか、あのー いっぱいいっぱい花びらが落ちててちょっと寂しくなっちゃってますけどね、えー、3月に入ってなんか本当急に寒くなっちゃったのでなお姫田様の頃ってねこんな寒かったかなとか思うんですけどねうんなんかねあの3月に入ってからですねこの冬全然ハイネックのセーターって着てなかったんですけど3月になって私初めてハイネックのセーター出して着 <laughs> たりもしました。 なんかこうハイネックってちょっと首がねチクチクするので私、あんまり好きじゃないんですけどあの普段着ないんですけどなんかちょっと首周りが寒くてあこれ冷やしたらちょっと風邪くかなと思ったのでクローゼットから引っ張り出してきています。まあ、昨日う、えー、オフィスの近くで私のオフィスはね東京駅の近くにあるんですけど 卒業証書の、ね、筒と花束を持ってお母さんと一緒に歩いている高校生の方と、ね、すれ違ったんですよね。なんかこう、あ卒業したのかなと思って、心の中でう卒業おめでとうございますっていうふうにね、ひ、え、そ、ー、かに思っておりました。まあ、全然知らない方なんですけど、なんか晴れやかなお顔をしてらっしゃってお母様と、あとなんかね、お友達と。 とのなんかの話になか夢中になってらっしゃいましたね。まあ、きっと充実した楽しい高校生活だったんだろうなって思ってね、えー、高校生の高校の制服がまあ、その方にとってはね。卒業式だから最後の日だったんでしょうね。なんかその全然知らない方なんですけど、そんな最後の姿を全く縁もゆかりもない。私なんですけれども、なんか見ることができて。ああ、今日が最後の制服なんですねって。 えー、思って見させていただきました。まあ、これから新しい一歩を踏み出して頑張ってっていただきたいと思います。これから卒業式っていう方もいらっしゃると思うんですけどね。まあ、ちょっとねえー。ここまで頑張ったっていう達成感とか、まあ、いろんな思い出もあるでしょうし。しえー、このまた先にね。新しい生活が待ってるので、えわくわく期待と不安と色い々ろいろあるんじゃないかなと思います。 私はね高校の時の卒業式ってねあの一番の思い出って私卒業式に松葉杖で参加したんですよね。<laughs> あのー、私はね、あのー、日体大,大出身ですけど、まあ、体育大学に入学が決まっていたので高校3年生で普通も、ね、2年生で現役引退して私バスケ部だったんですけどね現役引退したりとかしますけど。 えー、受験が2月に終わってその後ももうずっと体を維持するためにあのずっとトレーニングはしてたんですよね普通引退ですけどずっと一緒に練習してたりとかしてましたでなんかねやっぱちょっと気が緩んだのか膝を痛めちゃったんですよねでものすごい腫れちゃって、えー、まあギブスまではいかないんですけどあの分,分厚いこう包帯で。 膝を固定して、えー、なので、松葉杖で卒業式の当日に行ったのを覚えています。でその学年の,あの、なんですかね、えー、私、ほぼね、性近症だったのかな、解禁じゃないんですけど、正金だったんですよね。あと、健康診断とかもいつも、あの学年で本当、抜群によくてですね、健康優良生徒みたいなので表彰されたんですけど、 えー、そんな私がですね壇上に上がる時は松葉杖えだったんで「え本当に健康なんですか?」みたいな。 <laughs> なんかすごい笑われたのを覚えています。まあ、中学高校一貫校だったので、まあ、最後の最後までね、先生になんかね、ご心配をおかけしてしまってましたね。<laughs> そんなのが私の卒業式の時の思い出ですね。えー、ぜひですね、皆さんの卒業の時の思い出、えー、なんかもね、お聞きしたいなと思いますので、番組の方までメッセージをお寄せくださいはい。 今日はですね、えーまあ、ちょうどね、3月ということで、うんまあ、いろんなことに皆さんが挑戦されると思うんですけれども、まあ、インプットとアウトプットはセットにしましょうっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。インプットとアウトプットはセットにするってことですね。まあ、これから新しい挑戦もあると思いますので、いろんな学びだとか、 えー、準備もされると思うんですけど、知識ばっかり入れてもね、えー、実践しないと何にもならないんですからね。まあ、私自身、今まで経営セミナーとか、マーケティングセミナーとか、本当にいろんなものを学んできましたし、そこにね、えー、時間もお金も労力も結構投資してきました。まあ、今現在もね、本、あ、当、のー、もうこ,のおここからちょっと。 えー、ビジネスをもっとね、えー、急激に加速させたいっていうことで、今もう本当、ナイアガラの清水の舞台どころじゃない、何やがらの滝ぐらいから本当飛び込むつもりで、えーまあ、1000万、えー、投資して、今、ね、マーケティングとか、メンターの先生から学んでいましたけれども。 えーまあ、私もねたくさんの受講生の方たちも見てきましたし私自身もそういうのをチャレンジする中で、えー、成果につながった実績が出たっていうことと、えー、学んだんだけどそのまんまになってしまってることがあるなっていうふうに思います、まあ、皆さんもそんな経験ありませんか、まあ、すごいこう一生懸命学んでいい内容だったんだけど なんかそれが本当にちゃんと成果になったなっていうのとそのまんまになっちゃってるなっていう、ね、ちょっともったいないことってありませんかねこの成果につながったこととつながらなかったこととの大きな違いって何かこれ皆さんも知りたいと思うんですよね皆さんご自身のことちょっと考えてみてください今までお金とか時間とか労力とかいろいろこうつぎ込んでてそれが 成果にならないんだったらちょっともったいないですよね。その違いって何だったんだろうかこれはね、実は学びを実践したかしなかったかっていうのの違いなんですよね。実践したかしなかったか。まあビジネス講座は結構ね、高額な,あのなものっていうのも多いですね。数十万するものもあれば数、数百万、数千万なんていうのもね、あったりしましたけれども。 まあそういう高額なものも多く一生懸命ね学ぼう、聞こう、頑張ろうっていう方は多いんですけどもそれを実践して生徒につなげていくっていうのは実はなんと10人に1人と言われてるんですよ。うそうそ、1000人に1人と言われてるんですよ。<laughs> 10人だったらみんな成果出しますよね。1000人に1人って言われてるんです。つまりほとんどの人が 比お金を払ったのにもかかわらずそんなね時間もかけてお金も払って学んだものの何にもならなかったっていう結果に陥ってしまってるんですよ。でそれがね やったけどあんまりうまくいかなかった、ダメだったなっていうのでまた違う講座を受けて、また違う講座を受けてっていうセミナージプシーみたいな人ってね、たくさんいらっしゃるんですよね。そういう方、私の講座にもあのいらっしゃる方いるんですけど、私はあの成果につなげるつもりがないんだったら講座を受けても無駄だから来ないでくださいって、もうそれね、お断りしちゃいます。私はもう必ず向き合って実践する人じゃないとお伝えしないので。 ただあの、学ぶことが楽しいだけの方はお断りしますっていう風にしてます。うん、で、出ないとね、他の受講生さんたちのモチベーションにももう影響しちゃうんですね。で、えー、なんかね、そういう、次々、次々こう、セミナー、ジプシーでて、えー、何にもね、えー、実践しないから、結局、またね、受けたとしても、何にも変わらない。 なんていうループの繰り返しの方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うし周りにもそういう方いらっしゃいませんかね、うん、私も何人か知ってますけどねで自分が知らない領域のことを学ぶとめちゃめちゃ楽しいし新鮮で刺激を受けるんですよね特に同じような考え方とか似たようなビジネスステージの方と が集まるようなところっていうのは、まあ、悩みとか課題とかも一緒なので、まあ、そういうのを一緒にこう学んだりディスカッションするとすごく大きな気づきを得られたりするしそうてこうお話をするから受講生同士が仲良くなって、まあ、楽しくて居心地のいい場所になっていくんですよね。そ、まあ、それはそれはででいいことなんですけど まあ本来の目的は、それをちゃんとビジネスに生かすっていうところだと思うので、学んで満足してしまう、やった気になって終わるっていうのは、皆さん、もうやめましょう、ね。学んだことで満足しないと、とちゃんと行動に移さないと、もう全然ね、本末転倒になっちゃいますよね。まあ、これじゃあ、いつまでたっても成果は出ないということになっちゃいます。 何度も何度も同じ講座を再受講する方もいらっしゃいます。私の講座にも、ねえー、たくさんいらっしゃいます。これはとっても有効なんですよ。なぜなら、どの講座も予想よりも広くて深く学べることっていうのはあるんですよね。そういうのって、えー、一度聞いたぐらいでは理解できない。で、 えー、もうこのこれをちゃんと学ぶって決めたらまず一人の先生をちゃんと決めることでその先生をのことを何度も何度も聞いて自分で考えて行動してこれをやらないと成果にはならないです。あちこち違う先生に行くとスタート戻しになっちゃうんですよね。一回やってダメだったで対して記憶にも残ってない次の先生に行った時にまたゼロから始まる。 で、またそれもダメだった。行動しないから何にもならなかった。じゃあ次のとこ行って、またスタート戻しゼロから始まる。この繰り返しだったら何にも残らないということです。でしかもね、えー、この人間というのは忘れる生き物ですから、学んだこともすぐ忘れちゃうんですよね。まあ、これは心理学者のエビングハウスが、こうねえー、忘却曲線というのをね、この人は。 忘れる生き物だということを証明してますけれども習得して1日後には半分そして1ヶ月後には70%以上忘れちゃっているものなのでもう忘れる前提でね皆さんも何度も何度も反復練習したりとか受講して忘れるリスクを回避するそして実践するということが大事ですねでこの記憶っていうのは、まあ曖昧なので 定着させるためには行動を起こすことが本当に重要なんです,重要なんですけども、えー、これこう学んで講座を聞いてインプットのに入れるだけではすぐに忘れちゃうんですよ。これねアウトプットっていうのが大事なんですけどアウトプットのやり方っていろいろあると思うんですが私は自分の講座の中ではパソコンでノートを取らしたり 取ったりとかタブレットを使うのは基本的にはお勧めしませんって,ってやらせません。これねタイピングして指を動かしてるんだけど全然ねこの指のタイプしてることって記憶に残らないんですよね。なので自分の手で、えー、メモノートに書くっていう風にいう、えー、字で書くっていう方が記憶に定着しやすいんです。 なのであの、私のね、講座は全部あのテキストって言ってるけど、ほとんど何も書いてないノートなので、もういっぱいいっぱい皆さんがね、書いていただくようなスタイルにしてます。アナログだけど、やっぱこれが一番ね、あのー、記憶に残るんですよね。あとあと読み返した時に、その時の自分の字を見て、なんかこう、読めない字だったりとか、その文字から、なんかこう、あこの時の感情っていうかね、そういうのも、 伝わってくるんですよ自分の中であこの時分かんなくて悩んでんなとかあなんかニョロニョロの字書いてなんかこの時ちょっと眠気が襲ってきたのかなとかねなんかそういうのも分かったりとかするんですけど <laughs> なのでこの文字でノートを取ったり今度言葉にして誰かに伝えたり他の感覚五感を使うことで短期的記憶から中期的または長期的な 感覚がつながって記憶に残っていきますまあ、やってみてねうまくいかないってことは当然ありますでも以前にお話ししましたけど失敗っていうのはありませんからね。うまくいったことってのとうまくいかなかったっていう結果が出ただけですうまくいったことはそれを繰り返し繰り返し実践すればさらに大きな成果を得ることができますよね そして、うまくいかなかったことっていうのは改善をしていけばいい。ね、どうしたら次はうまくいくかな。何が良くなかったのかな。ここは、えー、こういう方法に変えてみようかな。考えて考えてちゃんとやってみる。検証してやってみる。まあ、この繰り返しですよね。<laughs> あるような受講生の方のお話です。 彼は生命保険のライフプランナーをしていらっしゃるんですけれども、まあ、前職はねなんと刑事さんなんですよ、えー、特捜二部という、まあ、特殊詐欺をやっつけるようなねお仕事だったんですけれども結婚してお子さんが生まれとっても幸せ,幸せを感じていたものの、まあ、いつし 出勤するのかもういつ、ね、夜中だろうともう24時間もう命令が出たらすぐに、ね、出動しなければいけないとかいつまた家に帰れるか分からない生活に少し疑問を感じ始めていました。な,なぜなら毎日朝早く出勤して夜は子供が寝てから帰る、まあ、お子さんの、ねえー、ことはもう寝顔しか見られないような生活で本当にこれでいいんだろうかっていうふうに思って んですよね本当は家族との時間を一緒に過ごして食事をしたりとか出かけたりとか子供と遊ぶ時間がいっぱい欲しいって思っていたのに現実は違っていましたそこで思い切って生命保険の業界に転職したんですけれども、まあ、最初はねノリと勢いで。 えー、なんとか数字を作ることができたんですけどもやっぱり行き詰まりを感じてしまい、えー、公務員時代はね、えーまあ、収入も安定してたんですけどもそこもまた違ってきてしまったなので、まあ、いろんな講座で、えー、ビジネスを学んでみましたけれどもパッとした成果が出せなかったようなんですよね、まあ、そんなとき紹介を交わし合う異業種交流会を紹介されて入会しました だけど、まあ、そもそも生命保険というのが、なかなか紹介というのももらいにくい業種でもあったので、えーまあ、さらに、ね、なかなかもらえない、やったけどうまくいかないなというところで悩んでました。そこで、彼の知り合いの信頼する税理士さんから、紹介はとっても、ね、いい、えー、ツールだから、まあ、紹介をもらうということは今後、ビジネスの発展にとっても必要なことなんだけれども、 自分で紹介って生み出すことができてコントロールするっていうことができるの知ってますかそんな方法を学べる講座があるからそれぜひ行ってみたらどうですかということで紹介されて私の講座にいらっしゃいました。紹介をを生みみ出す仕組みを真面目に何度も何度度もも彼は再受講して 習得していったんですよねでも彼は学ぶだけじゃなくて実践してみてこれがうまくいかないんですこれどうしたらいいんでしょうかってめちゃめちゃ私にもいつも質問していらっしゃってましたし、まあ、質問ががあるるっててことはそれだけ自分が行動してるんですよねで、えー、なかなかね実践してもまたそれもね一人ではずっと続いていかないんですよね。 うまくいかないこともあるので受講生の仲間とチームになって一緒に、まあえー、自分の行動を記録したりですとかチャレンジを報告し合ったりとか実践したことを、ね、シェアしてるうちにどんどん成果が出て、えー、受講後彼は 半年で MDRT、ミリオンダララウンドテーブルっていうね、えー、まあ名誉ですよね、1億円の売り上げを達成すると、まあ、保険業界で表彰されるっていう、ね、制度があるんですよね。これを半年で1億円達成しちゃったんですね。これもすごい、えーねえー、ことなんですけれども、なんと彼はさらに、翌年 COT、3億円も達成しちゃったんですよ。 3億円ですよ、すごいですね、3倍ですよ。で、簡単に、ね、1億とか3億とか言っても、これはなかなか世界で、ね、取れないものなんですよ。これ、保険業界でこの1億円とかね、MDRT とか COT とか、その上の6億の TOT というと、ものすごい名誉で、海外で表彰されるとかね、大きなカンファレンスに参加。 する権利がもらえたりするんですけどこれはすっごい大変なことなんですよねそれをしっかり実践することで彼はわずか1年半で3億円達成しましたもうねこれを聞いた時は私は本当嬉しかったですしさすがだなっていうふうに思いましたね <laughs> まあ、外資系の、ね、生命保険会社にお勤めなんですけどもそのスピードが本当に、えー、ものもう1年半でここまでいっちゃった上り詰めちゃいましたからねこれがねもう皆さんも聞いたことのあるような大手の外資系の保険会社さんなんですけどそのスピードが社内最速だったので全国のお客様とか、まあ、社員ね何千人っている方たちが読む 全国版の解放史の表紙にもなったんですよ。これすごいですよね。本当に素晴らしい成果を出してくださったなというふうに思ってます。まあ、成果を出す人と出さない人の大きな違い、もうこれはただ学ぶだけでは何にも変わらない。まあ、実践的な学びと行動をすることが何よりも大きな変化となります。 これはインプットしたこととアウトプットしていくこれセットでやらないとこれはつかめません、ね、えー、インプットだけだったらもう頭でっかちで終わっちゃうんですよでな頭の中のねえー、知識っていうのは誰にも奪われないけどこれ薄れていきますからせっかく入れてもなくなってってしまうものなんですよねそれよりもちゃんと皆さんが行動に移してみる でね、これをちゃんとそしてまた記録に残す計測していくこれが成功のポイントね記録していくつまり数値化していくことです数値化されたことっていうのは改善されるんですよ なので、ぜひ皆さんがうまくいったこと、いかなかったことを数字をもとに、えー、インプットしたことをアウトプットして記録していく。こんなことをね、繰り返し繰り返ししていくうちに、皆さんの成果がどんどん大きくなっていきます。さあ、皆さん、インプットしたことはぜひ実践して成果につなげていってください。はい。えー、さて。 アセンティブジャパンは2024年からアセンティブアカデミーとしてリニューアルいたしましたより実践と成果を出しやすい環境そしてステージアップへのアドバンスプログラムを充実させています紹介を自ら生み出し向上的に流れ込むあなたのリファーラルパイプラインを式き紹介が途切れないような戦略を作るお手伝いをしていきます体験セミナーはオンラインで毎月15日 え体験オンラインセミナー説明会ですね。毎月15日2時から4時半で開催しております。次回は3月15日です。ご希望の方はアセンティブジャパンホームページからお申し込みください。今週もお聴きいただきましてありがとうございました。えー、来週はまたね、生放送させていただきます。ぜひ、リスタジア、えー、ツイキャスからお聴きいただいてコメントもお待ちしています。 素敵な一週間をお過ごしください。アメージングビジネススペクタクラライフ、お相手は池田あゆみでした。では、来週もお会いしましょう。いってらっしゃい。